はい、レオンチャンネルです。12月8日に仮面ライダー&チャリソンのコラボゲームアプリがリリースされましたので、早速やりましょう。これまで仮面ライダーとチャリソンのコラボゲームっていうとありましたよね。ドライブもあって、ガイムとかウィザードとかフォーゼもありましたけど、こう、いまいち難しかったのと、あとキャラがすごい小さくて、なんかライダー要素が少なめだったりとか、若干微妙気味だったんですが、なんか今回はフルモデルチェンジしてすごく良くなったとの話を聞きましたので、いきまーす。ゲームスタート。おいおい、ちょっといきなりこれやばいんだけど、誰？ポッピーピーポーバーボー。これ落書き感公式ですよね。これアンオフィシャルじゃありませんよね。エグゼイド大変、私たち変なゲームに吸い込まれちゃった。チャリソーっていうゲームなのかな。クリアするにはベルトに封印されている全てのカードのが必要みたい。はあ。画面をタップでジャンプ、空中でさらにタップすると2段ジャンプ。カードを引くには700ポイント必要みたいね。はい。空に浮かんでるコインを集めよう。オッケー。あ、始まった。あ、キャラが大きい今回。おお、2段ジャンプするとくるって回りますから、この辺はすごいエグゼイドっぽい。で、はい、取った。あれ、このコインはゲーマーズコインだ。コインが15枚あればポイントを使わなくてもカードが引けるよ。カードを集めるんですね、要は。カードを集めるとくゲームクリアと。しかもゲーマーズコインだといいカードが出やすいみたい。見つけたら絶対取ろうね。ゲーマーズコインを見つけたろう。ゲーマーズコインを見つけたよ。動画を見てゲーマーズコインをゲット。動画を見ないと、ゲーマーズコインがゲートできないの？動画を見る。 CM ね。 CM 終わった。ん？あ、音、あ、音、音で、右上に、あ、ゲーマーズコイン増えましたね。で、このコインを、お、レベルアップ。音鳴らないんだ。あ、でもエグゼイド軽やかに動く。すごく。わあ、空がすごいことになってる。あ、ゲームステージだ。ポイントが溜まった合図なのかな。画面の下にあるカードを引くボタンを押してみて、どんなカードが出てくるかな。オッケー。カード引く。開いて、戦闘員。コースに戦闘員が登場。踏みつけて蹴り飛ばせ。オッケー。バグスターのカードだ。このカードがあるとコースにバグスターが登場するよ。バグスターを倒すとポイントが増えるから、どんどん踏んじゃえ。カードはエグゼイドとコースをレベルアップさせる。たくさんポイント貯めちゃおう。というか、このポッピーの画像なんとかなんなかったんですかね。10分ぐらいで描いた絵みたいな。1日1回はポイントがなくてもカードが引けるみたい。へえ、毎日起動しようね。オッケー。コインカードで引く。あ、ここでお課金がね、お課金が来るわけね。とりあえず。あ、でもエグゼイドの雰囲気すごい出てますよ。お、しかも踏んだら、ちゃんとエフェクトが出る。よ。あ、当たってた。ほら、ヒットって。で、カードを、あ、どんどんカード引くのね。こうやってね。で、新しいカード。跳躍戦闘員。これで、あれか。さらに、ログインボーナス。雑魚が増えた。ポイントコイン、オートチャージ。コース中のポイントコインがレベルアップ。オッケー。こういう風に、自分とステージをレベルアップさせていくと。これちなみに、画面は勝手にどんどん横にスクロールするので、僕はタイミングよくタップするだけ。はい、カード。こう、あ、カードを引くのに必要なポイントがどんどん増えていく。最初は700ポイントでよかったのに、次は1万ポイントかな。 OK。 これでも右上にレベル2の文字があるんで、レベル3とかレベル5とかあるのかな。え、じゃあこれダメージ受けると減ってるね。レベル1になる？はい。あ、レベル1。これさ、レベル1、レベル0とか。変身解除。あ、あ、あれ？
死なないんだ。死なないダメージ食らっても。あー、じゃあそこまでこうダメージを意識することないのかな。もうポイントを取ることに集中する。でも武器もガシャコンブレーカーも何もないんで、要はあれ、カードを引けばガシャコンブレーカーとか出てくる感じ。ライダー、お、あー、そっか、倒すと勝手にレベルアップね。はい、引いて、次はなんだ、武器来い。コースにレベルアップコインが出現。お、へー、この場合はポイントを貯めなくてもいきなりレベル2になれると。あれ取ればレベル3になれたりするのかな。ガシャッと、なんか効率のいいポイントの稼ぎ方ってないのかな。お、レベルアップ、カード引いて、あ、シャカリキスポーツ。コース中にシャカリキスポーツコインが出現。超強力な自転車に乗って敵を蹴散らそう。チャリソーってひょっとして自転車の競技ってこと？オッケー、シャカリキスポーツ。これ死なないからあれっすね、緊張感はないね。ゆるーくゆるーくやる感じ。でももうこれくらいでお手軽ですよね。結構今までのチャリ走難しかったから。お、踏んでからのこのポイントゲットが高い。ポイントがちゃんと踏まなきゃいけないんでね。こう来てこう、ちょっと待って、踏んで、踏むのが難しい、踏むのが難しい、踏んで、あ、でも踏んだ直後じゃないとポイント、あー、あった、シャカリキテイ、わー、乗った、え、あ、無敵無敵無敵っぽい。お、無敵無敵だし、めっちゃコインもらえる。あ、そっか、あれなんだ、特にレベル3にクロスアップするんじゃなくて乗るんですね。カード、マグネットコイン。コースにマグネットコインが出現。一時的にエグゼイドにコインが引き寄せられる。オッケー。とかゲームコイン集めたんだけど全然出てこないですね。一回だけ引いてみます。ゲームコイン補充して15個って言ってましたね。カードを引く、ゲームコインで引く、ゲームコイン、あ、120円、あ、でもこれなんか480円いこうか。 OK、 補充しました。これで、あ、いいやつ出るんですよね。オートチャージ、うん、ブースターコイン。コースにブースターコインが出現。一時的に取得ポイントが大幅アップ。 OK、 じゃんじゃん引こう。オートチャージレベル2、全部使うよ。コースに巨大なコインが出現。あ、最後これで、あ、来た、ガシャコンブレーカー、ハンマーモード。エグゼードがガシャコンブレーカーを装備、ジャンプ時にハンマーで攻撃。 OK、 終わりだ。これでコースがまた、あ、お、持ってるよ、ガシャコンブレーカー持ってるし、取得ポイントも上がってるね。ちょっと今は補充しましたけど、本来はコツコツこういうの、おー、なんか大きいコイン、あ、たくさんもらえる。本来はコツコツ敵を倒してカードを集めていく感じですね。今ちょっとショートカットしました。480円で、まああれですよ、アイコンのガシャ一回やったと思えばオートチャージどんどん、このオートチャージレベルアップすればこの勝手にチャージされていくポイントが上がっていくんですね。まあとりあえずこんな感じで、今僕カード何枚いきました？カード半分ぐらいは来ましたね。残りが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10枚とかですから、とりあえず半分は来たんですけど、同じカードとかも出るんですよね。同じカードが出るとレベルアップしますから、
意外とこれカード集め大変なので、もしかしたらこのゲームはカードを集めたら終わりなのかな。もしこれちょっとやり込んでる方いたら教えてください。僕はとりあえず今2、30分やってちょこっとゲームコインを補充して約半分のカードコレクションまで来ました。なんか楽しくなってきたぞ。概要欄にこの無料アプリのリンクは貼っておきますので、そちらからダウンロードして皆さんもお楽しみください。一応 Android も iOS もどちらも配信されてるようですし、無料アプリですからね、気軽にプレイできると思います。あ、なんかパワーアップしたよ。なんだこれは、なんだ。以上、レオンチャンネルのエグゼイドチャリソーの動画でした。盛り上がってきた。うわ、ポッピーピーポーパーポー。